いや、ふざけちゃったな、ちょっと前は。いや、もうこれ固定動画にしようかなって思ったけど、やっぱダメだ。うん、固定動画にしてみんなを祝おうと思ったら途中でふざけるっていうね、適当になんかふざけ始めたんで、あーやっちゃったよってね、あの脳内のね、僕の操作指揮官がね、あーやっちゃったやっちゃった、ライワードくれくれ、酒だって飲み始めちゃってね、もう大変なことになっちゃいました、ほんとマジで。もしさ、不吉なこと言いそうだったからやめた。悲しいよね、もし俺これでさ、隕石ドーンって落ちてさ、まあ何らかでデータが残るわけじゃん。でデータが残った時の最後に録画された映像はこちらで、っていうかボケしてる動画がさ、テレビに出回ったら悲しいな。うーん、ビャーンって落ちてくるのかもしれないけどね、そういう時にね。まあそれじゃない何かでしょうけど、いや悲しいな、普通にそんなのが動画でさ、ねえ、あの死の直前の動画がこの本ですって言ってなんかフル公開されててさ、 YouTube とか、悲しい。でも最後まで面白いやつだったんだな、でもう後世に語り継がれるっていうか、もうネットの新たな遺産にはなるよね。でそいつの YouTube チャンネルが見つかって、うわこいつマジやべえことずっとやってたんだってなるっていうね。ああ、いやダメだよ、俺は生きているうちにみんなに褒められたいんだよ、認められたいんだよ。なんで死んでから認められなきゃいけねえんだよ、アホか。みんな生きてるうちに俺を褒めろ、俺を認めろ。あ、すごい傲慢ね。今の発言でもうね、30歳くらい老けたよね。もう30年後の傲慢じゃん、傲慢先取りじゃん。ということで、あの芋けんぴ食べたんで終わりませんってね、終わろうかなって思ったんですけど、終わんない。お笑いは終わらないっていうね。なんか水溜りボンドさんが青学の大学入った時なのか、青学の高校、青山学院高等学校なのかな、青山高等学校かなんかで最後に漫才のなんかライブしてた時の、多分大学だと思う、大学で1年生か知らんけど漫才してて、トミーさんが早口すぎて何言ってるか全くわからない漫才のね、あの動画の後ろの黒板に書いてあった単語、いやワードでしたね。いや本当何言ってるかわかんないんですよ。How about you? 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 ちょっと熱くなってきましたね。俺がヒートアップしすぎちまった。肩痛いな、ちょっと Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。 いやでも最近いいポジションでね、いつもこっちで動画撮ってるんですよって前も言ったんですよ。こっちにいつものあのカーテンと壁があって、まあ壁と物を置く場所があって、これはね、まあ、机があるんです。いつものこう撮ってる置いてる台の向こうにもう一個机があって、でそこで撮ってるんです、ね、でここ大きいテレビあるでしょ、これでいいなとかいうやついるかもしれないけど、これはお下がりなんですよ。でいやそうお下がりでそんないいもんがあるのって、じゃあ今お下がりじゃない方はもっといいのなのかなっていうとね、なんか、うん、もらったんですよ。あー いろんな個人情報言いそうになったからいいわ、自慢するわけじゃないんですけどね、うん、自慢してるんだよな、これ自慢っていうのかな、うん、でも俺はこれをいいと思ってないから自慢にはならないっていうね。うん。引きこもりなんでね。うん。その、親父が持ってたちっちゃいテレビを強奪してね。あの、近いうちにこのテレビを親父にあげようかなってね。親父って言わないよ、俺いつも。パパって呼んでるよね。うん。いや、自らバラしていくす。親父の方がかっこいいけど、俺パパだから。パパとママだから。パパとママとじいじとばあばだから。本当にこれ笑わせてるわけじゃなくて、本当にこれでね、本当はどこかの段階でお母さん、お父さんとかね、あの、親父とか、おっ母とか、そうやって言わなきゃダメなんだろうけど、もう俺、パパ、ママずっと言い続けるから。うん。うん。俺ずっと言い続けるからな、もう。パパ、ママ気持ち悪いってやつ、全員ブロックしてくから。うん。もう全部ブロックしてく。いいだろ、パパ、ママって言ったって。呼び方なんて。なあ。ね、先取り切れね。
言われるであろうことを先に切れとくっていうね。なんでこの先俺が有名になった時、今パパとママ呼びキモいって言ってるやつは、俺は過去に、今見てるやつは過去、過去未来に見てるやつは過去に、俺はもうそいつらのコメント先取りして言ってるんだ、お前らの負けだ、ははすごいな、テンプレのははじゃん。そんな、あ、肺が痛くなった。さすがにね、無呼吸はきつい。どうも、起きてる間ずっと無呼吸、はい、起きてる間ずっと無呼吸症候群の羽島恭志郎ではありません。羽島恭志郎ではありますが、起きてる間ずっと無呼吸症候群ではありません。バスとかだったバス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 とかだったバスバスとかバスバスとかバスバスとかバスとかバスとかバス。やめだ、芋けんぴうぜ。俺のこの肝顔面で笑いを取ろうとするときに、芋寒天、芋けんぴの破片がね、おにょ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 って言ってね、喉に攻撃してくる。俺もう芋けんぴ大嫌い。普通に大嫌いっていうね。あれなんだっけ、俺が好きなの芋けんぴじゃねえんだよな。あー、芋けんぴが好きだったんだけどね。そしたら今度生さつまいも欲しいみたいなあった。その今度はなんかね、保存粉みたいなのがむっちゃくせえの、ゴム特有の匂いみたいなのがしてむっちゃ臭くて、やーめたってなっちゃった。もう。もういいよ俺、芋けんぴ舐めて食うわ。お、新しいチャンネル登録者、マリオくんさん。やったー、今チャンネル登録者何人だ。転売王子チャンネル登録者し。やったー、172人だ。よし、カメラで撮っとこう。あ、こっちもギリギリ分かんないかな。あ、分かるな。ちょっと待ってね。まあ今のね、あ、ギリギリ多分映り込んでたな。いや、結局噛んで食っちゃった。ゴミすぎじゃね、このくだり。ゆるふわ系女子系、ゆるふわ系女性 YouTuber でさ、こんなくだりしねえぞ。おい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 、なあ、やってることゆるふわの頂点かよ、なあ、うん、やばいな。いやー、可愛い女の子がこんなことを言えたらすごい、みんなわー、そんなくだり可愛いってみんな言うのにな。俺みてえなさ、なんか汚物の化身みたいな、汚物のゴンゲみたいなやつがさ言うから、うぅぅ、パパママとか言うくせに口の中で芋けんぴを舐めて食べるわとか言ってたやつが、あ、噛んじゃったっていうくだりすんじゃねえよーっていうね、コメントで溢れ返りますって言っても、今僕を見ている、僕みんながね、僕を見てる人は多分そのくだりやりません。みんな怠け者なんでっていうね。すげえディスるってね。うん、172人チャンネル登録いんのにね、俺の福若26人で毎日コメントしようかなって言って、めんどくさいにしませんけど、だから、あれだめだ、うざい、うぅ、ちょっとごめんなさい、芋けんぴほんとダメだ、喋るのに向いてない。ここで兵したら身出るな。まあ、ということで今日はここで終わろうかな。ちょっと不穏な空気がしてる。親父が帰って、パパが帰ってくるかもしれないからね。なんか親父って言っちゃうね。いや、かっこつけてるわけじゃないんだけど、パパが帰ってくるかもしれないんで、いや、パパって言いたくないな、やっぱ。でも言うわ、そこはあえてね。うんこしに行く前に一本動画撮ってね。